友永美桜にするか、また撮影許可とか多分前やったとこなら撮らせてくれる気がするから、ちょっと聞いてみよっか。電話してみるか。電話番号どこだっけ？あれ、電話番号どこだ？電話番号載ってないじゃん。あれ？あった。ちょっと聞いてみようかな。あ、すみません。ですね、今結構髪の毛が、なんだろう、短いんですけど、エクステとかつけると結構長くできたりするんですかね。はい。あ、エクステやってないんですか。あ、そうですか、すいません。あ、その長くする系のってエクステぐらいしか多分できないですよね。あ、そうですか。あ、わかりました。すいません。あ、ごめんなさい。すいません。はい。はい。ここのお店、エクステやってなかったです。この店、エクステやってないんだって。あららら、マジか。エクステ今時やってない美容室ってあるんだ。今時エクステやってない美容室ってあるんだね。じゃあちょっと撮影できないけど違う美容室行くかも。配信できないけど、本当は配信したかったんだけどな。前配信許可してくれたとこだから、ここなら配信多分してさせてくれたんですよ。ただね、エクステやってないってしゃあないな。でも配信外で行くしかないじゃん。ちょっと電話番号調べよう。できれば配信したかったけどね。あれ、電話番号ねえな。どれだろう、これかな、これか。あった、これか。
あ、すいません。です。ここ、エクステってやってますかね。あ、やってないですか。エクステってあれですよね。エクステ以外でこう髪の毛を伸ばすみたいなの無理ですよね。ウィッグってどういうやつなんですかね。あ、そうですか。あ、ごめんなさい。すいません。あ、大丈夫です。すいません。すいません。ここもやってないって、エクステ。で、エクステ以外にウィッグっていう手もあるとか言われたけど、ただウィッグもうちではやってませんとか言われた。そんなにエクステとかやってない店多いの？今の時代さえ、エクステとかやってる店多いと思ったんだけど、多いっていうか、逆にエクステやってない店の方が少ないと思ってたんだけど。ウィッグはわかんない。ウィッグってどうやってる？ズラみたいな、部分的なカツラみたいなやつ。マジか。YouTuber のゆきりぬが言っている本田翼のヘアメイクがやってる美容室なら配信できると思う。え、どこ？そこの場所教えてん。都内とかでしょ。多分都内とかじゃね？それ。多分都内やろ、それ。あ、閲覧増えてきたね。ぜひ皆さんナイスしてくださいね、ナイス。どうしよう、ホットペッパービューティーで調べるか。ホットペッパービューティー。どうやって調べるんだっけな、これ。これどうやって調べるんだっけな。なんかエクステやってるみたいな条件です。条件のせいか、これか。あ、ない。ダメだ。なんだろう。こだわりの条件のせいか。あった、エクステーション。ストレートナチュラル系、これでいいのかな。どうだろう、これはどうだ。 ここ電話してみるか。電話番号どこだろう。 エクステの意味分かってる。いや、分かってるよ。あれでしょ？なんか髪の毛にこうなんかつけて髪の毛伸ばす的なやつでしょ？で、髪の毛伸ばして今の自分の、短さ